初からお話をいただきました通り、今年はこの選挙市場にとっても非常に大きなスタートの年になるというふうに考えております。今年の3月には水産庁とともにこの福岡市の今でも非常に定評のある魚の品質をさらに安全安心、こうしたものを高めていくための基本的な計画を作るわけでございまして、その計画に基づきまして鳥からの被害、直射日光からの被害、風水害からの被害、こうしたものから魚をさらにしっかりと守っていく、そしてさらに安全安心と、そして品質で絶対的な信頼感を消費者の皆様から勝ち取り、そして選ばれる魚、そうしたものを皆さんと一緒に作っていく、まあ、こうした大事な年になるわけでございます。去年はこの初一式の時、特にまた魚の入荷が多かったわけでございますが、今年も、まあ、今お話伺ったところ、例年からしますと2割ぐらい入荷量が多いというふうに聞いております。非常に素晴らしいスタートになると思います。ぜひ皆さんと力を合わせて、この福岡の魚というものをいつまでも選ばれる魚、そして福岡のを潤す、福岡の元気の源となる、そんな魚にみんなで育てていくために力を合わせていきたいと思います。これからも皆様のご支援とご協力よろしくお願いいたしまして、そしてこの1年の初めにあたり、皆様のご健康と商売の繁盛を記念いたしまして挨拶とさせていただきます。今年も1年間よろしくお願いします。赤羽デイコン、福岡中央大市場株式会社代表取締役社長橋本清美さん、よろしくお願いいたします。